どうもみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。お腹がギョンギョンなってるさやです。ご飯食べたのにね、今日ね。もうギャンギャンなってるギョンギョン。何だそれ、ちょっと今日癖強いですか。いや、ゲンさんちょっと、もうちょっとさ、こう景色を楽しんでから行こう。ちょっとぐるっとしてみてください。さやさんから指示が出ましたね。お花が綺麗なところ、すげえ綺麗なところでやってんだね。そう、しかもなんかくぼ地みたいなところで、目の前に湖もあってさ、もう空気も美しいですから。なんでそんな溜めるの、こんな。え、何が。こんなじっくりじっくり舐め回すように見てくる。いや、もうゲンさんにはやっぱね、このポケモンのね、すべてを楽しんでもらいたくてね。捕まえたの？画面占有率。いつ捕まえたの？こいつまえた。ルシフェル出たね。彼女はルシフェルの先祖。あ、先祖なんだね。当たります。はいはい、はい、見た方がいい？名前もじゃあ。うん、アスモデウスです。ルシフェルの先祖ね。やっぱこう強くあってほしいなと思って。ニーハオどうなってんの？寝とる。ニーハオいつまで寝とる？まだ寝とる。野生を失いすぎだよ。そう、そしてね、はいはい、もう一個。そうなんですよ。でもそんなこと、アスモちゃんなんかよりも。それはね、聞いた。アスモちゃんなんか。どうでもいいとか言うんでやめなさい。じゃじゃーん。来ました。あー、ドンブラコ。ドンブラコ。来たよ、最終。ドンブラ、ドンブラ、ドンブラコ。ドンブラ、ドンブラ、ドンブラコ。ドンブラ、ドンブラ、ドンブラコ。ドサイドーン。強っ。強っ。ガノンドルフみたいな顔してんじゃん。じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。なんかどうやら寒いとこに行かなきゃいけない。そもそもこれダメじゃん。ここ違うじゃん。うん、そうだよ。あ、ここじゃん。近っ。随分寒い格好で強いところに待たれてしまった。1週間以上この格好で一人やべえのいる。寒風吹きすさぶ中、こんな寂れたところまでご苦労なこったぜ。私はハマレンゲ真珠団のキャプテンを務めております。なんかハマレンゲ真珠団って、ね、新しい団になっちゃったね。お前さんに問いたい、モンさんって何故クレベースを沈めるのです。それはチビベースがキャワタンだから。だがそれなら私たちでこのものを確かめねばならん。多分ね、思ってるよな、ザイモン君、うん、キャプテン全員めんどくさって思ってる。そう思ってる、うん、いい加減めんどくせえな、こいつは。俺の実績信じろやって思ってる。いや、そうそう、話通しといてよってなってると思います。こちらだってあくまで下請けだからさ、今。あ、ゴーリ、あ、ゴーリオニ、うん、あ、えらい、ナイスポッポ、ナイスポッポ、これナイスポ、いけるいける。え、2人いる。え、なんだ、そういうとこだって。そういうところやで。そういうとこなのよ、翡翠。そういうところやぞ、翡翠の悪いところは。もう翡翠悪いとこ出ちゃってる。固い氷を砕きやがったな。お前の心の壁も砕いちゃったな。寒いな。クレベースの際技かな。やはり沈めないと。うるせえな、もう。クレベースを沈めるなら永遠の氷を得てキングバに来るといいでしょう。永遠の氷を集めるにはウォーグルの空を飛ぶ力が必要でな。もしや。細かい説明は省くが、わさびって娘を探してくれ。あら、なんかかっこいい。あら、かわいい。お笑い長みたいな感じのやついるな。え、めっちゃかわいい。千里眼で見えちゃった。あたしと鬼ごっこだよね。え、あたしのいるところまで来ることができるかな。ダントツやん。お前さんはわさびさんを追いかける。私は寸下を惜しんで鍛える。え、それって何もしないってことじゃ。え、かわいい。え、かわいい。ちっちゃい。かわいい。はじめまして。私の名前はわさび。かわいい。え、かわ、え、めっちゃかわいい。どうした、急に気合入ってない？ね。いや、まあ、全部気合入ってるだろうけど。夏ダイモンさん、よろしく。よろしくです。よろしくです。クレベースを沈めるためにウォーグルの力を貸せってことだよね。いいよ。かわいい。ただし、私を捕まえることができたらね。いいんですか？いいんですか？後ろからそっと抱きしめちゃおうかな。背後から来るとは思わなかっただろう。何今の動き。そっそ。本当にやりやがったっていう。かわいい。本当にかわいいね。かわいい。夏ダイモンさんとの鬼ごっこ、私は楽しいと思っている？楽しくない？さてどっち？それは君の心に直接聞いてみようかな。君がどう思ってようと、俺は楽しませてみせよう。なぜか知らないけど、わさびちゃんに対しては男前になってしまう。ね、B を押してもいい？ダメだよ。こんなところにこんな建物を建てたの、すごい。頑張り屋さん。すごいふわっとした評価だな。あれ、なんかもう一人いるんですけど、二人きりだと思ってたんですけど。二人きりだと思ってたんですけど。嘘じゃん。嘘でしょ。ニーハオまだ寝てんじゃん。嘘でしょお前。マジ？え、そんなことあんの？ニーハオ、ね、マジ？ちょっと。ニーハオしっかりして。夏ダイモンさんとの鬼ごっこ、私は楽しいと思っている？俺は楽しいと思っているよ。楽しくない？さてどっち？
この先で教えてあげるね。こんな翡翠の祠じゃん。ペペペペペペーン。ペペペペペペーン。ねえ。ペペ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 ペー。思ったより長えな。レジじゃん。レジ。レジだよ。向いてる方向が大事。氷岩。鋼。鋼。氷岩鋼。氷岩鋼。氷岩鋼岩。氷岩鋼岩。やったー！イエーイ！頭悪いやつが勝つぜ。あら、あら、かわいい。メスじゃん。あ、ほら、変なおじさんが真顔で追っかけてくるから怖かった。逃げたいね。いいよ、それはもうさすがに。追いつかれたら終わりが近くてつまんないよ。あのね、私の千里眼、ウォーグルと共に空を滑空する。あなたが見えたけど本当かな。本当にしてみせる。かかってくる。なんかすごいな、ラスボス感あるよ。裏ボスみたいな。なんか ねオーラがあるよね。誰よりも貫禄があるんだけど、すごいよ、うん、ロリババアの可能性もワンチャンあるよ。ええ待って、3匹同時召喚、ね、バカ野郎お前。ちょっとでかいじゃん。そりゃあかんて。のしのし来るんて。のしのし来てる、やばい。進軍してる、進軍してる。待って待って待って。どうして俺は3匹いけないんですか。3匹召喚する。どこ行くの。どこ行くの。なんだなんだ、お帰りになった。なんだなんだ、なんなんだよ、ね、ブーバーン可愛いね、なんか縦に潰れてて。あ、まずい。うぅ、マジで。3匹はね、ちょっとね、ずるみ。さするぎ、さするぎです。さするぎ先輩じゃんもう。あ、それまずい。あ、それは気づいちゃった。気づいちゃった。俺、水っぽくないけど水だってことに気づいちゃった。よし、完璧。完璧だ。お、美しいデビュー戦を飾りました。ドンブラコ、一緒に笛を吹いて。え、この子なんか意味深だよね、ちょっとね。ね、この頭のスナップが大事。かわいい、なつくん。あ、お前も吹くんかって顔してる。何か試練なのであれば、最後のキング、クレベースを沈めれば、裂け目が開いてる必要もねえよな。何チームの真似事をしているの？関さんは考えるのは苦手でしょ？うるせえな、時代の変化ってやつを感じてるんだよ。なんかいいな、この妹とお兄ちゃんみたいな距離感。ね、夏英文さん、ウォーグルと大空を舞いなよ。これだけの高さ飛び降りたら、ウォーグルとどこまでも行けるよ。行きますよ。はい。え、マジ？いいの？飛び降りるの？ほんと？いいの？あなたが選ぶのは死？それとも生？みたいな。それ言わないよね。大丈夫？そういうことじゃないよね。どっちじゃないよね。大丈夫？いきます！うわー！危ない！危ない！おぉ！かっこいい！飛んだ！飛んだ！教会にたどり着きし。たどり着きし。降りたい、降りたい。どうやって降りるの？プラスボタンじゃない？ちょっとミスった！いって、膝いって。アルフォン久々じゃない？アルフォン久しぶりじゃない？ザやったな、さっき言ってな、膝。って感じ今。ついに登り切りましたぞ。あ、嘘、すごい、竜力で登ったの？強っ。オーニューラより強いってことだじゃん。いろいろ思うところはありますが、クレベースと戦えるよう準備します。氷山の戦場に起こしなさい。氷山の戦場だって。てか、お前に任せとけばよかったんじゃないの？うん。では永遠の氷を使い沈め玉をご用意しましょう。行こうよ。なあに、作り方は聞いていますし、私の筋肉であれば一瞬。ほら、ご覧の通り。かっこいいじゃん。かっこいい。どうした？待って、超でっかいんじゃないの？待って待って、下じゃない？だよね。だよね。そっか。いや、もうアングルがワンダと巨像なんだよねこれ。いや、下じゃないよ、ゲンさん。うわ。いや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 、ピカピカやん。アングルがゼルダだもん。マジでエルデンリングなんだが。もうこれもう明日の朝、右肩パンパンだよ、ね、と右肩疲れてきてる。さすがにこの辺投げたら疲れるよね。落ちることあるこれ。はい、待って待って。ゲームシステムが高速してきて俺に弾を当てた。今無駄一発。ゲンさんの本気の怯えボイスが面白すぎたね。だって拘束されたの。ガチガチに。でさ、やったぜ。この時の夏左衛門くんのお顔素敵。あら、正気を取り戻した。は、私は一体何を、っていう顔してる。
ペーパーマリオに一回出てた気がする。いやいや、なんだっけ。何がめ様だっけ。よう見てただけじゃない、君たち。もしかしてさ、その筋肉は一体何のためについている。浜先生、そんなに気を落とされなくても。こんな時に役に立たないで。何が筋肉だ、何が人間兵器だ。人間兵器ではないだろ。あのように大きく強いクレベスが人の手によって沈められてしまうって。いや、それは多分ね、夏左衛門くんがやばいだけだから。夏左衛門くんはマジでやばいだけだから。人に分類しなくてもいいと思うよ、うん。空から落ちてきた夏左衛門なるもの、化け物ですか。あの、間違ってないと思う、その認識は。夏左衛門さんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。私もグレイシアの強さ、もっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。カイも変わりましたな。いや、でもカイちゃんがこの文脈で急にポケモンバトル挑んできたりするから、うん、いや、そうなんだよな。油断ならない。油断ならない。私もグレイシアともっと戦えるようになりたい。夏左衛門さん戦ってくれるよね、みたいな。どうして、なんで。2回目のあるのよ、カイちゃん。さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。夏くん頑張ったねって言ってくれた。おじさんの胸に飛び込んでおいでって言って、多分嬉しくてしょうがない。多分ね。なんか心の大地広くない？ウォーグル、ウォーグルいいね。ね、でもやっぱさ、何にどの洞窟。あ、通るだけだよ。通るだけ、うっちょウェイ、通るだけ、通るだけ。ゴリの里じゃん。あ、やばい、門番のゴリが。ああ。まあでも有効的だね、このゴリ。ようこそ来ました。ここはゴーリキーの里です。筋肉が有名な町です。どうぞお進みください。どうもこんにちは、ここはゴーリキーの里。いいよ。NPC ぶらなくて。え、リキーじゃん。ワンリキーじゃん。え、ブーじゃん。リキーからのブーじゃん。なんだここ、アラサーの園か。じゃあ行きましょう。よし、おじさんの胸に飛び込んでおいで。一連の事件の理由は不明のままだが、とにかく肩がついてよかった。明日から普通の日々が始まるな。俺の普通は。ああ、もうそういうこと言うとあれだよ。やめろよ。フラグだぞ、それは。こんな日がいつまでも長く続けばいい。そう思ってた。バゴーンじゃん。バゴーン来るじゃん、この後絶対。やだよ。そうじゃなくても俺の普通の日々は始まってないのに。まだ一度も始まってない。そうよ、もう団長譲ってよ、うん。名誉も地位も欲しいんですけど。野心的だな。ドッゴーゴー。どうした、うちのドサイドンが屁こいた。言った通りじゃん。言わんこっちゃないじゃん。あれ、大雨じゃない。あー、もう雨降ってるし。うわっ、出ないけど、やばい色。ほら、電木さん、うちに団長の座譲らないから。そこどうやって行くの。どうやって行くんだ、その上。夏左衛門が落ちてきた。その夜に不思議な雷も落ち、バサギリたちが荒ぶり出したな。何かしらの関連を疑うのは当然だろう。何、俺。夏左衛門よ、お前は何者だ。キングを沈めていくことで私たちの信用を得ていたのか。ああ、何その疑い方。して今度は何をする、何を企んでおるのだ。もうドサイドンでここ潰そう。潰そう、もう、うん、もうそっち側になろう。10万馬力しよう。もういい、もうそんなこと言うならいい。調査の機会を与える。もうこれはなんか体のいいんじゃないですか。ね、体がいいな。ね、ただし銀河団としてでなく疑いを晴らせねばなる一人の容疑者としてだ。じゃあまずはお前からだ。いや本当、お前。いやマジで。マジで身の潔白を証明できるまでことぶき村に入ることは許さぬ。ひどい。良いな、島星、追放ですか。どうして。決定である。ひどい、ひど、これはひどいよ。これは悲しいよ。すごい、歩かさられる。みんな見てる。あー、何この悲しいイベント。ボスもひどいですよね。夏左衛門は任務としてキングを沈めただけなのに。マジでな。非科学的です。科学者として断固抗議するのです。夏左衛門をこれ以上困らせるな。夏左衛門をかばうことで博士たちに類が及べばどうなる。やっぱり人間が一番汚かったんだ、うん、ポケモンが世界を支配すべきだっていう人間になろう、うん、多分ね、 N みたいな人間がこうやって生まれる。命令する、のたれ死にするな。島星さんはでもあれなんだな、多分逆らえないんだな。ね、いいか、誹謗も称賛も所詮は他人の感情、重要なのは君自身がどうあるべきかを強く持つことだ。始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢、君がいないと叶わないのです。でもどうせ僕のことを利用しているだけなんだろう。どいつもこいつも僕の力ばかりを頼りにしやがって。誰も僕のことなんか見ていないんだ。もう闇落ちてんじゃん、ちょっと。ちょっと落ちてんじゃん。